トラック競技はチャランポー女子 3000m 競走決勝です。その出場選手は宮内ゆきかさん、茨城キリスト茨城、藤沼南さん、筑肥城茨城、藤原由奈さん、白鴎大足利栃木、林亜美さん、常盤高校群馬、梅村ひかりさん、白鴎大足利栃木、小林遥さん、那須達雄栃木、高橋志保さん、本庄第一埼玉、野本美桜さん、東京農大二高群馬、吉本大馬さん、翔平埼玉、松崎レンさん、常盤高校群馬、鈴木ひらりさん、翔平高校埼玉、山形徳馬さん、水上茨城、平山エリアさん、那須栃木、鈴木ひらさん、本庄第一埼玉、山口あずささん、白鴎大足利栃木、阿久津レイカさん、茨城キリスト茨城、星野ルールさん、常盤高校群馬、星野リンさん、宇都宮文星女子栃木、金子照美さん、前橋東群馬、中村千奈さん、埼玉栄埼玉、高橋美里さん、水上茨城、中村美優さん、土浦日大中高茨城、吉井美咲さん、本庄東埼玉、福和聖衣さん、仙台高崎群馬、以上24点によりまして北関東女子 3000m 競走決勝のスタートです。
1500m3分8秒。ご注目いたしました。関東女子砲丸投げ決勝の結果です。一方、内藤は43キレの最下位 12m53、 以降、高岡平田さん石橋高校の時に12m39、三島山川や桜田さん茨城キリスト以来12m19、四島小谷谷さん強大最下位12m18、五島小須田芳美さん前橋池江美奈12m1、五島小室美奈さん地獄美奈さん11m99、七と吉田美恵さん、青蘭大会、11m78と矢口美香さん、桐生市商業群馬11m43、達成です。